さん。ああ、これは名曲ですね。竹内まりやさんですね。なんかロールが下からずーっと上がってきて、そうそう、2時間ドラマサスペンス劇場だったか、こうなってるわけやな、はい、最後、はい、そんなシーンを思い出しますですねはい、はい、ナイスのパパさんからいただいておりますが、音楽文化、音楽文化向上に尽力した人に贈られる第6回岩谷時子賞にシンガーソングライターの竹内まりやさんが選出されたそうです。授賞式が27日に行われました。ライブ以外ではほとんど公の場に姿を見せないという竹内さんですが、この日は綺麗な水色のドレス姿で登場されました。ただただ感謝でいっぱい。私の夫で音楽プロデューサーの山下達郎も喜んでおりますと挨拶をした、まあ、こういうことですね、はい、僕の生まれる前にデビューした竹内さんですが、もちろん僕も存じ上げております。しかし動く竹内さんを見るのはこれが初めてでした。動くというね、いや、とてもお綺麗な方でびっくり、しかも年齢を聞いてよりびっくり、あのルックスで、あの還暦とはということで、還暦なるはずやな、うん、私のオールナイトニッポンをやった時に、はい、プロデューサーがこれちょっと聞いといてってな、ロフトでなんか録音したやつで、うん、今度デビューする子なんやわって、うん、竹内まりやって持ってきた、うん、はい、それが僕の竹内まりやの出会いでありましたか ら、はい、だからデビュー前の音源を聞かせてもらったということで、はい、で、オールナイトニッポンにも彼女はよう入っていただいた。そうそう、坪さんだって、ちょっと前 CBC に来た時に坪さんって言って、あ、言ってました。で、あんなことですか。そこは僕は会えなかった。会えなかったんですかって、はい、はい、ねえ、うん、駅をお願いしますよということで、これはもう名曲ですよね。田原市の友和さんからも、うん、岩谷時子賞を受賞いたしましたということでね、はい、うん、本人曰く、私が譜面を買って初めて弾いたギターの曲が加山雄三さんの君といつまでもでしたとリップサービスをしましたということで、はい、あね、加山さんもいたのかな。あ、そう、岩谷時さんといえば檀甲作こと加山雄三さんと組んで多くのヒット曲を出した作詞家でしたからというような、そういう絡みはある。はい、岩谷時子賞、うん、まあでも私が思うには、もちろんこれはリップサービスとしてでも本当でもあったと思いますけども、竹内まりやさんは僕らよりもちょっと下の年代ですが、僕らが聴いていたアメリカンポップスみたいな、そういう、例えばコニー・フランシスとか、ポール・アンカとか、ニール・セダカとか、あのあたりの曲をきっとお父さんか誰かかなんかで聴いてたと思うんです、はい、帰国子女ですからね。あ、そうか、はい、うん、でそれが一番のなんか元となっているに違いないと、まあ、僕はそう見ております。賞金岩谷時子賞が300万円ということね、え、300万円もらえるかいうことです、はい、まあ、竹内まりやさんですから、別に今更300万円もらってもね、え、忘れてかんかな、どっか後ろついてこらそっと置いた、そうそう、そういう竹内まりやさんが岩谷時子賞をもらって300万別にまあいいんだけど、私ってきっと思ってらっしゃると思います。そうです、喉から手が出るほど欲しい坪井さんは、はいはい、ここ数年の今リスト見てますけど、どこにもないですね、リストの中に。私ね、うん、受賞者のもうちょいやろうな、岩谷時子さんの領域まで私を認定できる能力がつくまでは能力つくまでは岩谷時子さん、皆さんご存知だと思いますけれども、はい、あのいわゆる越路吹雪さんとの関係が一番あれですよね、うん、うん、ですから、あの今朝なんかね、不思議だなと思ったのはね、ちょっと話それますよ、はい、真央ちゃんがね、この間ね、浅田真央ちゃん、はい、はい、あのテレサテンのね、はいはい、時の流れに身を任せ、好きな曲です。あ、あれ今またね、テレサテンブームなってるらしいですよ、あれからきっかけで、はい、うん、私もこの間ずっとカラオケでテレサテン歌ってますし、好きだもんね、はい、うん、からあの越路吹雪の愛の讃歌とかなんか僕大好きですから、はい、うん、歌ってる、その愛の讃歌を作詞したのがあの岩谷時子さん。ああ、そうなんですか。そうなんです、うん、でこの間紅白かなんかで、はい、紅白だったかな、はい、宮城浩さんが歌いましたね、はい、愛の讃歌、はい、あの愛の讃歌はちょっと詩が違ってました。それは岩谷さんの詩ではないのを歌いました。あ、そういうのもあるんですか、はい、うん、でもあの越路じゃなくて、三輪さんが歌った愛の讃歌は、はい、結構現代、原詩っていうんですか、元のオリジナルの詩に近い詩ですね、訳し方、はい、あの、原詩はですね、if the sun from the tumbled sky と言って、あの、もし太陽が落ちてもいうのがあれなんですよ。
だからもしも太陽が落ちてもとかな、そんな変な詩だったらはっきり覚えてませんが、はい、明治に近い感じ、近い感じだったんですかね、うん、でもあの岩谷さんはもう少し訳して、あなたの燃える手ででしょ、はい、太陽何も出てこないんですけども、うんうん、あえてもうそういう風に上手にまたあの詩のイメージを全く別の言葉に変えながらね、はいはい、こうやっていくというような非常に作詞家としてもですね、はい、あの評価の高い人ですから、こういう岩谷時子賞というようなね、はい、うん、賞の名前にもなっているとというようなことでもありましたですね、はい、はい、竹内まりやさん頑張ってますね、うん、ずっと頑張って頑張ってここまで来て、こういうちゃんとした評価を得ているということでございます、はい、よいしょ。